あれこの人頼朝、源の頼朝、彼は頼朝さんですか。皆さんどうもこんにちは、ナモです。さて今回も引き続いて平家物語の第6話を見ていきたいと思います。前回は平家を貶めようとする奴らは皆殺しじゃっていうくらいの勢いで平家の暴虐ぶりが始まりました。それに対してこれから源氏が出てきて戦いが始まっていくと思います。平家と源氏との戦いがどのような視点からどのように描かれていくのかしっかり見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。平家物語6話です。それでは見ていきたいと思います。始まりました。兄上の荷物ということは引っ越しするん？ディバちゃん荷物少な。福原に都を移す、神戸に都を移すってことか。わあ、遷都をするのね。都を福原に移すと。それは平家だけじゃなくて平家を慕ってる人たち全員が引っ越しするってことなんか。でも歴史の中でさ、京都はずっと都やったんじゃなかったっけ。福原に移ったっけ都は。初めて知ったわそれは。重盛。じゃあこれから本格的な平家の争いが起こるかもしれないっていうのはみんな分かってんねんな。京を戦場にせえへんようにするために引っ越しにするんかな。第6話、平家物語のこの字すごい好き。おつむの軽さ。おつむってなんやら。引っ越しして楽しそうやな。こういうさ和やかなシーンが癒されるのよね。あつ森さん可愛い顔してるね。清常船の名士と伺っておる。あつ森の笛のね、なんかあつ森って聞いたことあんねんけどな。うわ仲良さそうこの二人。夜に海を見ながら月を見ながら笛を吹く、なんと風流な。とても素敵。なんかこんな感じ、貴族の遊び事って感じ。重盛死んで1年になんねんや。武者たちを鼓舞されたお話。あ、うまいこと言うな。鳴らすのは笛だろ。笛の音を聞きたいな。よろしくお願いします。重平さん、また新しい人出てきましたね。さえだの音聞かせていただきましょう。あなたもやるの？あなたも吹くの？3人で素敵。これは趣があるね。やら、後白河法皇。徳子、徳子なんて気の利く女性だ。高倉上皇、なんか2人が一緒に喋ってるところを久しぶりに見た気がする。高倉上皇と徳子の夫婦。高倉上皇と徳子のこのシーンが見れて私はとても幸せ。安徳天皇、波の音が聞こえると泣き出されるのです。ちょっと深くない？何を予兆してるんや。何？清盛がうなされてる。牛？ドクロ？悪夢かこれは。悪夢にうなされるようになってたな清盛。これ森、それ戦の時のフラッシュバック。みんな京に帰りたいと思ってんのか。スケモリの思い人の話かわいい。清盛様が琵琶をお呼び。どうした、何用じゃ。これ森とスケモリまで来た。琵琶の部分が心配でついてきた。優しいね二人とも。何をされるか分かったものではないと。琵琶の念でもののけを沈めてほしいっていうことね。聞かせてくれぬかの。琵琶の念の出番ですね。聞かせていただこうではないか。清盛が重盛のことを話してる。清盛の思いを知りました。今の清盛の話を聞いて。あれこの人頼朝、源の頼朝、彼は頼朝さんですか。そうだよね、清盛公に命を救われた身だよ。後白河法皇。あー頼朝巨峰か。っていうか今の頼朝やってんな。なんか結構命を助け流罪にしてやったのに、その恩を忘れるとは何事か。動きが出てきたね。
これもりはちょっとまだ早いよ、これもりはちょっとやめといた方がいいよ、ちょっと前回の戦いで心に来てるからこれもりはやめさせてあげて。てか思ったら源の頼朝結構あれやな、ひょろひょろって感じやったな。なんか私のイメージではもっとキリみたいな感じやったけど、これは多分富士川の戦いかな。20万騎、頼朝の挙兵から一月が過ぎております。各地から源氏の武者が馳せ参じたようですな。実盛こわー、この BGM いいな。ツンチャツンチャツクスクチャンチャツンチャツンチャツクスクチンチャツンチャ、奮い立たせようとするためにそんなこと。この琵琶の語りめちゃくちゃいい、実際の現場をとても面白く語ってくれる。これ盛叩きは死ぬの？これ森は機械ヶ島に流せ、なんてことだ。猫ちゃん、先の戦いは悲しいものやったな。猫ちゃん、これ森戦うのだ、戦わねばならぬのだ、平家の武士として。見終わりました。感想に行きたいと思います。はい、ということで今回も平家物語第6話見終わりました。今回は平家が都を福原に移したところから始まりましたね。平家の都を福原に移したことによって清盛は夢の中にもののけが出てくるようになってしまいました。その邪気を払うために琵琶ちゃんに琵琶を弾いてもらってたあのシーンで、清盛が重盛のこと、平家のことを語るシーンが印象的でした。確かに清盛や平家がなければこれからに続く武士の時代、戦国時代は来なかっただろうし、世の断りである力のある者が天下を取るという時代は来なかったと思いますね。あのシーンの清盛のセリフを聞いてそう思いました。そしてついに源頼朝が出てきましたね。なんか教科書で習った源頼朝さんとだいぶイメージが離れてて、あれって思いました。なんか私の頼朝さんのイメージは、目的のためならばどんな手段も厭わない、邪魔な奴は弟すら殺す、リーダー格人間みたいなイメージだったので、最初自信なさげな人が出てきた時にこれが頼朝さんってことが全然分かんなかったです。実際の頼朝さんも打倒平家にそんなに乗り気じゃなかったんですかね、わからないですけど。あと今回はかの有名な富士川での戦いが出てきましたね。今回は平家側平のこれ森目線での富士川での戦いだったので、前回からのこれ森の戦いでの恐怖を知ってる分、富士川での出来事にも納得が増しました。そりゃ怖いよね、これ森くん。自分の不甲斐なさを感じて必死に刀を振るこれ森、その声とあのシーンを見てて辛くなりました。これからの戦いは平家が不利になる戦いが多いと思うので、見てて辛くなることが多くなりそうです。そんな中でも今回のほんわかシーンのようにいい具合に癒し部分も入れてくれるアニメなので、辛いことばかりじゃないことを祈ってまた続きを見ていきたいと思います。それでは今回はここまでにして、また来週平家物語でお会いしましょう。バイバーイ。やっ。